映画の座席を譲る譲らないで、映画館行ったらカップルに、我々席が離れ離れになっちゃうから、譲ってくださいと映画館で言われると言われたと。で、これに関して、ツイッターとかではなくいや、そんなん譲ってあげるべきだよとかいう意見も結構あって、それを ABEMA でも取り上げて、の俺の思ってたことを全部、青ちゃんぺと萌えっていうアナウンサーの人。 2人がそれぞれ俺の思ってたことを2つとも言ってくれて、うん、そううだよなっていう今、聞いた、思ったこと言っていいお<う>な,なんでさ、そもそも別々で撮ってるのに、席が分かれて撮ってるの、うんまあ、だとしたら、まあ、そういう2人なんだろうなって思ったけど、でも、中で一緒になりたいってどういうこと じゃあ、ストレートなにこのテーマがあったら、いや、別に譲ってあげなくてもいいじゃん派でいいってい,うこといいじゃんだし、なんかそ、まあ、そこにもいけないっていうか、な,なんでって、じゃあ、じゃあそういうふうに、そっか、そんなことは考える隙ないもんね、言われたとき。秀樹がじゃあ映画館に実際行きました、えー、と自分としては映画館行くときに、うん、まあまあ、じゃあ真ん中のここかなつって事前に撮れるじゃん、映画館って。 座ってて,座って,てで、カップルが来て、え、俺の横に今、どうなってんだろう,そ,うその考え方がいろいろあって、まあ、いろいろあるどうしようか、どういう過程にしようか、多分そうやって言うってことは、満席うでもそう、この話ってもういろいろあって、そもそも満席じゃなければ成立しないじゃん。うん、っていうか、お前お二人並びてんなら、どっかに並べるとこまだあるだろうって話じゃん、大体。うん、その状況をししっかり そうじゃないと俺、今、そこに入る、俺もそう思う、だからこれ、一概に譲る、譲らないっていうのが前提をによるじゃん、で、前提に世の中、前提なしじゃん、こういうのって。そうそう、前提なしなんだよね。前提なしで話さなきゃいけない <laughs>。ただ、思ったのが、譲ってやれよはのやつって、むしろあいつらのすごいところって前提をすべて受け付けない強さを持ってるんだよね。つまり 譲るか譲らないかを考えるやつってのは前提を大事にするじゃん。なんかしないけど、いや、譲ってやるべきでしょっていうやつって、あ,あらゆる前提を打ち消せるやつだよ、ねだから。だからいらないと思ってるんだよね、前提なんて。だって、俺一人でさ全員、全部空席だったときに、じゃあ譲ってくださいって言われたっていう体だ,、ね、<laughs> だから、だからまず一回前提,を捨て、ま、ず前提の話はこの後進めるけど、まず前提なしですと。 えと自分が映画館に行きました、カップルが来ました、えーうん、私たちが離れ離れになっちゃうんで、席を譲ってくださいっていう、まず、あ、もう全然なしよ、<っ>これだけのまず判断材料で、でも、やつらは、やつらっていうかその、譲るべきだっていうやつらは、まあ、もうこの時点で、うん、譲るべきだよねって言ってるんだよ、うん、もう満席だと思っちゃうな、まず、勝手にが。まずね 俺,俺に言ってもバラバラじゃん。もう一人、もう一人横のおっさんかお姉さんかおばちゃんかお兄ちゃんにも言わないと一緒に座れなくない俺一人で言ってたら。だから、あ,あらゆる前提があるとして、うん、でも一人で解決するときってあるんじゃない例えば、秀樹、うん、が、えー、と座席番号のど真ん中だとするじゃんか、ど真ん中。うん、で、このと、e、の E の6に俺が座ってたとするじゃん。 5と7とかそういうことでしょそうそう,いうこと,5と7、うん、でも確かにこの考え方だから、5と7とかにすれば、えっと、変わってもらう人数が1人でいいもんね。これがだから、お互いに全然もう、G の8と L の2とかにしたら、うん、2>, まあ2人交渉しなきゃ横にない,、うん、ないしない。だからさ、その前提なしにやっぱこの話はできないじゃん。 そう前提なしにはできなない多分多分前提なしにみんなほらいい人でありたいじゃないとりあえずなんかな何のキャンペーンか分かんないけどいややっぱえ全然僕だったら変わってあげるけどとか言うじゃん、うん、でそのいろんな前提の結果もやもやしてる人に対してさその人ち小さい人間だって思わせるようなさなんか寛大さをアピールするやついるじゃんじゃだってじゃあさ G, G の4と、うん G の4が女性で A の2が男性とって、えー、と離れ離れで E の6のところに来て「すみませんちょっと変わってくれませんか?」ってって俺超いいやつのところにね「変わってくれませんかおいよいいよいいとか言うやつがいてさちっちゃい子でさ「隣の両サイドがどっちも臭くて」って言ってたらさボソっと言われたらさ <laughs> ええー、ね。<laughs> どうするそれ、そうだし、なんかうんこく策定とか、なんかうんこく策定って一つ、細て言われてう <laughs> 立ち上がって荷物とかまとまってて <laughs> え、え <laughs> やだからさ、やっぱ性善説なんだろうね、基本的にすべての人はいい人だっていう前提だから、変わってやるって言ってるんだろうね。 だからそういう目にあったほうがいいよね、打ち埋めされたほうがいいわけじゃん、要は自分が善意の、性善説でみんないい人なんだ、いい人同士の世界だから、自分は変わってあげるんだって結果、そういう悪い目にあうっていうことでなんかその、そういうのがないわけだよね、きっとね、痛い目にあったことがないってことだよね、もうねそうしかも、だってさそこで、そこで見たいから、そこで買ったんでしょ。だだそうそうそうだかららあれだよ、ね、俺俺ったらいい俺も、うん そこが良かったってとこだったら、うん、あの、話はできるけど、うん。もう、その、選ぶ時点で、そこはないでしょっていうとこから始めたりするんじゃん。で、余ってる、このエリアから選ぼうっていう時あるじゃん。何人かもう先に取ってる。うん、あ,らある、ある。で、その時に、そこはないでしょのエリアだったら、もうちょっと嫌じゃん。そう。で、アベマプライムの2人、本当にいいこと言ったなと思ったのは、アオチャンベは、まず、アオジャンベの観点は、 その根性が気に入らねえと <laughs> そもそもなんか変わってもらおうっていう前提で入ってきてんじゃん、それっていう。あそうだね、まずその根性が気に入らねえ。で、もう一個の,その萌えさんっていうアナウンサーの人は、そもそもその私は映画館に行くときには、のここの映画館のこの位置が見やすいっていうこととかを考えて予約してんだと。もうちゃんとスケジュール立てて。うううんうん、うん 自分で意識してちゃんと撮ってるのに、なんでその何も考えないやつのために変わらなきゃいけないんだと、はい、この観点2つが俺の思ってたこと、まさにもう代弁してて、やばいのは、なんかね、そのこれはだから ABEMA プライムの、まあ、番組を盛り上げるための資格なのかなんか分かんないけど、謎の精神科医みたいなやつが出てゲストで出てきて、うん、なんか、この2人を全否定して、なんかそもそも、いやもう変わってあげないっていうのがね、わがままなんですよみたいな、逆に言ってるの。 変わってあげればいいんですよみたいな、そ,それでその人の、そのトータルで見ないとだめなんですよ、えーと、ここの位置の人が自分のここを死こ守したことによって、この人の満足度があって、でこの,このカップルっていうのは、えー、とゼロじゃないですか、だけど、その変わってあげることこここがこう均等になるみたいなことを言いたいわけよ、そいつの理論はね、個人とかじゃなくて、全体の幸福度みたいなものを言いたかった、そいつは。けど全然同意してる人いなかったよ。うん、うん そいつを毎回そいつ、そいつ見つけたら毎回言われちゃうね、映画。これないよね、そいつ見つけ次第い、ね。そ <laughs> れ、もう、それ、それ、それ、いい加減それ、そてそれ、それ、それ、いい加減そ、まあ、僕初めて言った <laughs> いやなんかねそうそういう話でねそんな人がえそんな人がいたっていうれ、そ ツイートから盛り上がってそうなったもん、それともそういう人がいっぱいいるのアベプラで2日連続あじゃあ、ね、結構カップルでそういうふうに声かけて席変わってもらうのが普通みたいになってたんだ,ただね、だからさ、多分こう話題になるぐらいだからさ、うんあのー、やっぱりずる賢いやつが勝つんじゃない、結局カップルでさ、そのちょっとなんか入っちゃえばみんな変わってくれるみたいなさ甘い考えとかあるんじゃない、ずうずうしさ。 それやっぱ青ちゃん弁が正しいなと、やっぱずーずーしんだと思うんだよね。はいっときゃとりあえず変わってまいでしょみたいな。普通、諦めるよね。見,見ないよ。いあもし二人で見たいなら、うんうん、違う時間にずらすとかさ。そうそうそう。二人で見たいっていう時点で、まず本当に映画には向き合ってないもんね。<laughs> そうだね。そういう意味で、そういう意味で、やっぱその時間であるべき、その。 席である意味がないから、本当にただただずうずうしいよね。でね、ひろゆきがいいこと言ってたのは、あの外国だったらお金あげるかなんかがあるから、チップみたいな。だからあの、最初に1000円とかあげればいいんじゃないですか。それはどっちもウィンウィンじゃないですか、とか言ってて。確かに千。あ、じゃあ1000円ちょうだいとか言ってて。そうだったら俺もいい気するわ。やった1000円もらったってなるじゃん。だからそ,れそれだったらどっちも得だよねっていう。確かに。ってか、普通そうやるよね。どうしても変わってもらいたかったら。そう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 。 でもさ、それはそれで結構さ、鼻につくんじゃない小綺麗な、いかにも金持ちなんだろうなみたいなカップルがいてさ、いかにさ、すみませんって1円あげるんで席かってください。ちょっと怒るやついそうじゃない普通にえ。俺いいな、俺全然いい。<laughs> でもちょっとやり方も結構重要じゃないもうさスタばで叩くようなやり方だめじゃんあの。今からポップコーンと、うん、あのコーラ買ってきますんでとかさ。ああ、なるほどね。うん、パセリになりますとこ、みたいな感じか確かに確かに。そうね。ものでもいいじゃん、現物でも。うん。うん なんか結構いい人ぶってかかんないけど、なんか、変に断ってあれだった、最初から弱気な人いてさ、断って気持ち悪いんだったら、まあ、気持ちよく映ってみたほうがいいですからね、なんていうさ、いうやつもいてさ、ただ、それは確かにさ、一悶着っていうかさ、なんか、まあ、これ、もやもやするよなと思って、どっちにしても、これ言われたらもう終わりじゃないと思って、そもそも言われた時点で終わりで、これ言われたじゃあ、よっしゃ言われたけども。 交代してやんなかったぜそれで気持ちをゼロにできるわけでもないじゃんなん,かなんか変なことあったな変な一個イベントできちゃ,できちゃったな映画の前にって感じじゃん,うん、うん、に心フラットに映画見ようと思ったのに何だろう譲,譲れとか言われたよって何かちょ,っとちょっともうその時点で損じゃんでなんかねその映画に望む気分によってはこう針振らさずに導入部分に入りたかったのになんか だから、もはや映画館が言うべきじゃない、えー、と映画をほかから見る人の気持ちの妨げになるんで、ああ中に入ったら他の人に話しかけないようにっていうさ、背中蹴んないようにで×みたいなんで、そのアイコンで他の人に話しかけるの×みたいな。T シャツとかに全部全員貼ってったりして、話しかけないでくださいとか、<laughs> みんな <laughs>。 そうなんだいや、今、思った喋ってて、結局さ、話しかけられたらおしまいなんだよね、その交渉を申し掛けられた時点で、それをもう終わり、もう終わったよ、お前っていう、もうさ、それお前が言ってきたら、えもうおしまいっていう。<laughs> それおもろいねあの、すいませんってカップルが来てくれた先輩が、もうおしまいだよ。だって、変わろうが変わらまいが、もう終わりだもん、あーとか言って。<laughs> <laughs> いきなりその熱量でしゃべられたらマジやん <laughs> ああ終わったっつって <laughs> あなんか東京03とかでありそうだねなんか東京03とかですげえできそうじゃないなんか角田が一人で見に来ててでカップルで豊本と二人で来てあ「すいませんここ」って言った時角田がああ終わったっつって「お前あれだろここ終れ」って言うんだろ「ええ」っつって「いやもう終わったよだってどっちでももう嫌な気持ちじゃんでって。 <laughs> ありそう、<laughs> すげえ見えた、今、<laughs> そうだ、まあそう、言われた時点でおしまいって感じだねっていう。